皆様こんばんは。日本オラクルの内野でございます。本日も遅い時間からオラクルデータベーステクノロジーナイトにご参加くださいまして誠にありがとうございます。本日のテーマはですね、データベースエンジニアに向けたオラクルマネージメントクラウド、入門活用方法という形で、お届けしてまいりたいと思います。で、本日のタイムスケジュールですけれども、私のオープニングが終わってからですね、本編に入ってまいりますけれども、普段よりもですね、今の想定では、早めに終わる予定でございますので、今日は休憩なしでですね、続けさせていただければと思っています。で、最後に、未回答の Q&A をですね、対応してまいりたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。で、それでは改めましてですね、データベースエンジニアに向けた、オラクルマネージメントクラウド入門活用方法ということで、まあ、今日は実案件から得られたですね、知見を踏まえて、特に IT システム運用管理だけではなくて、まあ、当然データベーステクノロジーナイトですから、オラクルデータベースのですね、運用の、運用管理の観点も交えて、ご説明させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではセッションを始めてまいりたいと思います。では、熊谷さん、よろしくお願いいたします。はい、承知しました。じゃあ、すみません、私の方から画面共有いたします。はい、皆様、改めまして、こんばんは、日本オラクルの熊谷と申します。本日ですね、オラクルデータベースエンジニアの皆様に向けました、マネジメントクラウドの入門、活用ということになっております。で、今回ですね、ご紹介内容は前半、後半、2つに分かれております。で、前半の方はですね、実際に今日、ですね、活用をですね、するツールであります、マネージメントクラウドのですね、概要、こちらですね、ご存知の方はちょっと繰り返しの内容になってしまう部分が含まれているかと、は思いますけれども、改めましてですね、サービスのですね、概要の方をですね、ご紹介させていただきまして、ただですね、実際に活用される部分とかですね、本当に使うと、あ、こんなことできるんだと。いうのはですね、後半のところでですね、しっかり、用意しておりますので、概要編の前半と、実際に、ものを使ってですね、後半というですね、二つのパートですね、やらさせていただければと思っております。よろしくお願いします。はい、それではですね、ご紹介のですね、内容の方に入っていきたいと思っております。で、はじめですね、オラクルが、このような、いろんな、クラウドの上での、まあ、マネジメントツールでちょっと英語なので、日本語で言えば単純にも運用管理ツール、でございますけれども、そのようなものをなんでまた、提供しようかなというふうに思ったかな、ですね、いうあたりの問題意識の方が今画面の方に出ております。端的に申し上げますと、クラウドに、まあ、いろいろですね、ものを持ってたというようなときに、オンプレミスでやっていたようないろんなですね、運用監視のですね、方法論っていうのが、まあ、クラウドでそのまま使えればいいんですけれども、まあ、残念ながらですけれども、おそらく、そのままはですね、持っていけない部分があるんじゃないかとですね、理由が一つですね。で、もう一つあるのが、クラウドに持っていくと、いろんなところで、テクノロジーのですね、新しいものが使えたり、もしくはですね、これまで、習慣的に使ったところで、使わなくても良いものが出てきたり、そのようなところがあるので、せっかくクラウドのように持っていったということがあるんであれば、そのですね、クラウドにですね、ならではの、ね、仕組みを使ったですね、新しいところですね、使うことによって、まあ、ちょっとそうですね、日本語で言うとちょっとなんかかっこ悪いですけど、経験度胸にですね、頼っていた、ごめんなさい、そんなことをやってる方が多いという意味では全くございませんけど、関係権度胸みたいなですね、ところが、暗黙地にですね、頼るなところがあったとすれば、それが、まあ、IT のですね、テクノロジーを使うことによって、より、まあ、短縮できればいいんじゃなかろうか、ね、みたいなところで、クラウドの例、まあ、明確にですね、提供し直したものというのが、オラクルのクラウドので使われる、提供されています運用管理ツールのですね、全体の設計思想ですね、という形になっております。で、従来オラクルですね、どうしても、こう、内向きというかですね、オラクル製品だけ見れりゃいいとですね、いうようなところが、ちょっと勢い強かったところもあるかもしれませんが、当然ながらクラウドの世界ですと、今、私、クラウドってすごい言いましたけども、
クラウドに行ってもおそらくオンプレミスのテクノロジーですね、あの自社のデータセンターで動いているのとか、そういうのもあるかもしれませんし、ひょっとかするとマルチクラウドですね、当然弊社のクラウドもあれば、他のですね、会社さんですね、例えばAmazon さんでとか、Microsoft さんですね、いろんな環境でですね、クラウドにひょっとしたら動いているかもしれません。そのような、いくつかのですね、環境っていうのを、またがるためにですね、こっちの環境はこうやって管理する。こっちの環境はまた別のものを使うんですね。みたいなことをですね、やっていても、おそらく、別にどこの、ね、会社のクラウドを使おうが、一番、ゴールにあるのは、少ないコスト、少ない手間で、まあ、管理、利用ができるというようなところだと思いますので、まあ、それですね、目指すところで、オラクルは、マルチクラウドですね、オンプレミスですね、まあ、全部対象にしてですね、管理下に置いた方がよかろうとですね、言ったようなところですね、考えております。で、先ほどですね、申し上げた通り、単品のですね、ツールを使っていると、まあ、どちらもですね、昔からのツールを使っているというようなところですね、親しみやすいというところがあるとは思うんですが、オラクルは、いろんなですね、単品ツールではなくて、合わせて使ったと、時にですね、効果を発揮するように、管理、運用管理にですね、必要なですね、いろんなスタックのものを、なるべくですね、お客様にスムーズに、組み合わせて使っていただこうですね、いったようなところです。ですね。まあ、かなり重視して、ね、作っているというところでございます。で、3つ目ですね、書いてございます通り、システムがですね、複数にまたがるからというですね、ちょっと今日データベースのテップナイトという形なんですが、ひょっとして皆様ですね、すでにご経験されているかなと思いますが、データベース以外に原因があることっても意外にあるんじゃなかろうかなというふうに思っております。要は、なんかシステム遅いぞとですね、言われたときに、まあ、アプリの方に問題があるかもしれないです。もちろんデータベースに問題があるかもしれないですね。まあ、いったようなことっていうのをですね、個別に見ていてもちょっとあれなんで、まあ、そこですね、まあ、IT のですね、コンピューティングパワーの方で一緒に見れるようになれば、そこは当然組み合わせた方がいいだろうですね。まあ、言ったようなところですね。その頃もやっちゃおうと、ね、いう形です。はい。で、もちろん、今申し上げたような、いろんなですね、ツール、もしくはいろんな管理メソッドがあるんですが、そちらですね、お客様が独自に組み合わせることはなくてですね、オラクルの方であらかじめ組み合わせた状態の方で、ね、提供しておりますし、かつ、いろんなですね、対応できるですね、テクノロジーもですね、まあ、データベースのところは当然オラクルですけれども、それ以外のですね、スタックっていうですね、いろんな OS、いろんな、開発言語が動いている。サーフのようなところですね。まあ、全部対応できるようにしようと。というような形でですね、ものをですね、出させていただいているというような形です。じゃあですね、オラクルのマネージメントクラウドって、まあ、具体的には何なんですかっていうとですね、オラクルがですね、提供しています、クラウド上の、システム運用管理基盤です。で、実物ですね、実物のところはですね、今ここに、使ってる人がいるんですけれども、この人が今見てるですね、ものってのは、これ、ブラウザのですね、管理ツールの方でございまして、実態はこの人が今、ブラウザで見てますけども、ものはですね、オラクルのクラウドの上で動いている一つの大きな、ウェブアプリケーションです。内部的にはですね、いわゆる構造化データである、RDBMS 系の情報、あとですね、ノンSQLですね、非構造化データですね、ビッグデータの情報なんか、2つのテクノロジーの裏では使っているんですが、その2つをですね、使ってですね、まあ、運用管理のですね、情報を集めて、そちらをですね、様々な形で加工をですね、して、お客様の、使って、ブラウザの上に出すというですね、まあ、大きな1つのですね、ウェブシステムという形です。で、そのウェブシステムを動かすために、いろんなですね、監視のための、まあ、プログラムですね、通信ですね、をですね、するためのものというのを監視のですね、対象の方に、入れまして、そこからですね、いろんな情報を集めています。で、今日ですね、ご説明、後半ですね、細かいネットワークコフェであったりですね、いったようなところはですね、実活用編の方ですね、ご案内しますので、そちらの方でですね、ご覧いただけますが、いろんなですね、監視テクノロジーの方を監視対象のものにインストールしまして、そこからですね、まあ、メトリック情報っていうのは、今動いているプログラムがどのようなパラメータ、どのようなリソース具合で、リソースの負担具合で動いていくかですね。いったような情報がメトリック情報。あと、具体的に、各種ですね、記録されているログ情報なんかといったものを自動的に収集して、日々ですね、蓄積をしていくとですね、いうような仕組みになっています。で、今、オンプレミスの話で言いましたが、当然、テクノロジーとしては、通信ができて、監視するためのですね、プログラムがですね、ちっちゃいプログラムがこちらがですね、インストールすることができればどこでも結構でございまして、今日ですね、ご紹介するのはオラクルクラウドをですね、対象にしたところが多くできるかなと思います。ただ、それです。実はテクノロジー的には別に制限はなくて、皆さんのクラウドなんかでも当然、いうような形の方になっています。
主に、どのようなサービスが提供されているのかという形ですと、主にですね、主要ですね、4つの、サービスの方が入っておりまして、アプリケーションですね、パフォーマンスを、ビジュアルに解析して、どこが、ボトルネックなのか、どこをチューニングすればいいのかですね、なところ、いかに素早くたどり着くかというと IAPA ですね。で、2番目にインフラストラクチャーモニタリングを書いてございますのは、こちらはマシンのリソースですね、メモリーがどうとかですね、CPU がどうとかですね、データベースが重いのはどこですね。みたいなことを監視してくれるのがインフラストラクチャーモニタリング。あと、ログをですね、非常に、多数のものをですね、横断して予告しにですね、高速にですね、機械分析してくれるログアナリティクスですね。あと、これらですね、集まった情報を、分析のですね、するための仕組み、ダッシュボードのですね、仕組みの方を備えているのが IT アナリティクスというですね、4つのですね、ものをですね、具体的なご提供の方をしております。で、今ですね、申し上げた、このですね、4つのものというのは、もうすぐ使い続けること、すぐ使い始めることがですね、可能な形でですね、プリセットされた状態でですね、提供されています。で、機械学習の話というのは、実は今、各社さんですね、いろいろ機械学習っていうと思いますが、オラクルのですね、こちらのマネジメントクラウドがいいところは、機械学習がプリセットです。機械学習っていうのは、実は、使い始めるまで結構大変で、このデータに対してどういうような機械学習の、アルゴリズムを当てはめて、学習期間はどれだというようなところで教え込まないと機械学習って使えないんですけども、こちらですね、あくまでシステム用途に使うということがもう分かりきっているので、オラクルの方で、一番最適なですね、リセットの方ですね、行ってですね、お客様の方にご提供したという方になっております。でですね、こちらの方ですね、特徴としてですね、主に、ですね、使う方のですね、観点からですね、大きなところで、ちょっと、なんか、言い方としてですね、人依存からの脱却みたいなことを、ね、書かさせていただいておりますが、いわゆるシステムのですね、運用監視のための、定型的なですね、分析の観点といったものはもう、製品の方ですね、あらかじめですね、基本の方をされております。かつ、ものすごいですね、ノウハウがある方がですね、システムをですね、見てくれていて、で、その人がこう、ちょっとシステムの癖なんかも知っていてですね、チューニングできた。いたとですね、いうようなところっていうのは当然今一番いい状態であるんですけども、ひょっとかするとですね、その人がいなくなっちゃったりとかですね、もしくはよりですね、少人数の方で運用したいみたいな話があった時に、なるべくですね、人の暗黙地にですね、依存しないような形で、明確に要はシステムを管理するための情報っていうのは具体的に記録されていて、誰でも 見ることができる状態ですね。そこで、標準的な分析のビューを通して、誰が触っても同じ高度な分析ができるんですね。といったようなところをですね、実現するためのですね、環境っていうのも、提供してほしいわけですね。で、あと、これまでですが、ログの解析とか、データベースのですね、パフォーマンス分析ですね、みたいなところ、あと、マシンのメモリがどうだっていうことは、おそらくですが、別々のですね、ツールの方をですね、使って、個別にですね、見ていただくと、一括の分析のですね、っていうのを見て、非常に早くね、問題となるところをですね、取り付けたんですね。というようなところが、一角のですね、クラウドの上で使うですね、ツール。だからっていいところですね。あと、一番右下に書いてございます通り、これはですね、昨今のトラブルシューティングだと、おそらく、ここはもうすでに、オンプレミスでも多分意識されているところは多いかなとは思いますが、いざ問題が起きてから、トラブルシューティング、もしくはですね、問題分析をしようと思っても、なかなかそうはいけません。なぜかといったら、落ちてますから。ということで、常に、パフォーマンスのですね、元になる情報、メトリックのですね、情報っていうのは別環境できちっと蓄積をしておいて、何か問題が起きた場合にはすぐ、着手できるんですね。みたいなことで、完全にですね、別環境で、環境を持って、すでに、最新のデータを常に持って、かつ、事前分析です。すでにしてますと。という形で、ここクラウドのいいところですね、データ集めてですね、事前にマシンパワーを使って、計算をですね、してくれてます。なので、まさにですね、一つのリソースをみんなの人が使うって形ですね、マシンリソースをみんなで使いながら、巨大なですね、負担がかかるですね、機械分析をすでに、あらかじめやってるので、そこですぐ着手できるというようなところもクラウドのいいところかなと思います。で、今、機械学習の話が出たんですが、代表的な、このですね、環境を使って、ですね、オラクルの方がプリセットで入れてます、マシンラーニングですね、アルゴリズムですね、ご紹介をしたいと思います。実はそこ全部機械学習の用語がついてまして、一番左側はですね、機械学習で言うとですね、ベースライニングというですね、テクノロジーでございまして、ベースライニングっていうと、すごいかっこいいですけど、
ものすごい日本語で分かりやすくするとですね、統計を取って偏差値をつけましょうとですね、まあ、いったようなところでございます。今、非常に単純化して言いましたけれども、今ですね、ベースラインニングっていうのは異常値の検知、ね、よく使われるテクノロジーでございまして、日々ですね、こう変動するですね、数値っていうのは常に自動計算も行って、まあ、統計的に取り得る幅というのを、機械の方ですね、常時計算をしてますと。で、それが、まあ、要は、この変動幅だと、まあ、偏差値60くらいに収まってたものが、いきなり60超えました。時にアラートを出したりとか。で、まあ、当然、その60、偏差値60なのか、偏差値70なのか、設定するのは人間のですね、要は、敷地の話で、まあ、そこをですね、鑑みた上で、まあ、どれくらい超えた時に、割ですね、異常値になります。で、ここですね、固定の数値でやってしまうと、じわじわとですね、パフォーマンスがですね、変わるようなシステムだと適用できないんで、常時監視をした上で、例えばなんですが、まあ、習慣的にじわじわとですね、上がって下がるようなですね、長期的な変動があるものも、まあ、正確なですね、予想ができるというようなところで、まあ、ここはですね、まあ、機械学習では常にですね、統計分析を行っているというところがいいところです。で、真ん中はですね、こちらですね、こちらの機械学習用語で言うとですね、クラスタリングとですね、いうテクノロジーで、これはですね、自動分類です。日本語で言うと、まあ、非常に分かりやすくですね、自動分類ですね、行います。これは、今日もですね、実際の適用で出てきますが、ログがですね、ログって何十万件、何百万件ですね、まあ、何ギガバイト、何テラバイトってですね、ログが、まあ、集まると思いますが、ログパターンって実は同じようなものがすごいいっぱいあるので、まあ、そこですね、自動分類して、まあ、ログが100万件見てますけど、出てますけど、見るパターンは実は5つしかありませんよみたいなことが書いてあるのが、まあ、真ん中のレベルです。で、かつ、このですね、クラスタリング、自動分類を行うとき、今は文字だけの例で言いましたが、オラクルの場合ですね、もう一つ、頻度分析の方を行ってまして、左側のですね、ここですね、行っていまして、例えばログのですね、発生件数というのはある時間軸で集まっていれば、あ、これとこれは同じ傾向だよねと集めてくれるするので、まあ、そのようなです、ね、まあ、傾向分析なんかを行って、で、一番右側ですね。まあ、これは英語単語そのままのフォーキャスティングですね。これまで、記録されていた数値をもとに、この先を予測すると。まあ、これはすごい機械学習ですね。まあ、すごいわかりやすいですね、考え方なんですが。まあ、これまでの数値をもとに、まあ、予測するとですね。なるところにやっていくようになっていきます。でですね、先ほどですね、出てきました、それぞれのですね、サービスの方の、ご紹介の方を差し上げたいというふうに思います。で、まずですね、インフラストラクチャーモニタリング、ここですね、具体的に言いますと、各環境にインストールしたエージェントが、マシンのリソース状況をですね、集めてですね、記録を取って、そちらをですね、常に、まあ、記録して、分析するという形ですね。これを具体的に言いますと、CPU の負荷、メモリーのですね、今使用している量、状況ですね。あと、オラクルがですね、まあ、積極的にですね、対応しています。世の中の、標準テクノロジーの、標準テクノロジーですね、具体的には一番右側に書いてありますけども、例えばデータベースで言えば、オラクルデータベースの、MySQL、まあ、その他いろいろ書いてあるんですけども、まあ、各データベースですね、まあ、代表的な、例えば IO の情報であるとかですね、CPU の情報であるとかですね、というようなところっていうのは集めてくれたりとかします。で、同様に、アプリケーションサーバーのですね、テクノロジーも同様でございまして、例えば、J2E のさ、Java のサーバー系のですね、情報を集めていきたいと思いますね。あと、全然違うところで、今度は Docker のですね、話を集めていきたいですね。まあ、いわゆる世の中の、まあ、いろんな、よく使われているですね、標準のセンサーですね、オラクルが対応しているものであればですね、そこちらのですね、上のですね、情報ですね、メモリー情報、負荷情報ですね。まあ、代表的には IO とかも含めてですが、そのようなものをですね、集めて、記録しちゃおうとですね、まあ、いうような形です。で、ここでですね、一番よく出てくるのは、先ほどのですね、機械学習のところで言いますと、数値分析のところはかなり使っていまして、異常な、リソースの消費ですね。まあ、多分 CPU とかメモリとかですね、出てくるんですが、異常なですね、メモリの消費とかですね。っていうようなところっていうのを、まあ、常時監視した上で見つけてくれて、まあ、それをもとにですね、能動的にですね、アクションを行いましょうか。みたいなところができるようになります。で、ここですね。実際にですね、これまでビフォーアフターで言うと、おそらくなんですが、死活監視みたいなところっていうのは、着手ですね、されてるお客様が多いかなと思うんですけれども、まあ、今、このような機械学習のですね、エンジン使いますので、さまざまなリソース状況といったようなのを常に取っていった方がいいですと。データベースで言いますと、AWR とかですね、分析しようという話があるんですが、まあ、あそこまでちょっと細かいって話は抜いて、まあ、あれとですね、同じ類、常に監視して、何か問題が起こる前に先駆けてこうアクションを
ったようなものが OS であるとか、各プロセスであるとか、そのようなところまで拡大されたというふうに考えてください。で、そこをですね、普通にやろうかと思うと、まあ、AWR がちょっと違う例ですけども、OS なんかでやろうと思うと、OS のですね、時系列でどんなふうにリソースをしたかですね、みたいなやつって、まあ、集計して、まあ、左側のですね、before の方では、まあ、よくはですね、Excel でガーッとですね、分析をしてますけども、そこをやってですね、結構ですね、まだ、いいなところがあったりですとか、あと、リソース状況ですね、一週間ごとにまとめて、先週どうでしたかと見てしまうと、どうしてもですね、過去の問題をですね、後から発見するとかですね、で、まあ、そこですね、リアルタイムにですね、発見しましょうと、ね。みたいなところまでは行こうとですね、いうのが、まあ、こちらのですね、インフラストラクチャーモニタリングですね、まあ、死活監視だけではなくって、リソースも含めたものを見ることによって、まあ、問題の、まあ、未然発見みたいなところっていうところに、まあ、ちょっと役立てることができる。まあ、ところがですね、新しいところかなというふうに思います。はい、次ですね。ログの分析のところですね。1個前のやつは、マシンのリソース状況を拾っていましたが、こちらですね。オラクルがですね、解釈できる、文字上のですね、情報であれば、すべて突っ込むことができます。で、ここですね、使い方としては、まあ、基本的にはクラウドの上なので、まあ、そうですね、いわゆる容量のですね、ところっていうのは、特にまあディスクスペース用意したりというのはありませんし、まあ、マシンのですね、機械学習のですね、分析能力、正直、お客様の方ですね、気にしていただくほど重くなるってことはないので、まあ、適当なですね、ログの方、適当と言ってよくないですね、必要な、対象となるログですね、こちらの方を、おしなべてですね、まるっとですね、環境の方にローディングすることによって、それをですね、一括でですね、機械、学習をした上で分析をです、ね、してくれるというものになっています。これ、例としまして、右側には HTTP の、レイヤーでのログを入れていたりとか、あと、セキュリティのログを入れていたりとかですね、あと、ユニックスのシスログなんかですね、入れていたりとかですね。で、この、やつらに、プラスしまして、データベースのログなんかも、ね、当然突っ込むことができますので、それをですね、すべて機械学習をした上で相関分析を行うというようなところが、このですね、ツールのいいところになっているかなというふうに思います。で、代表的なですね、お客様ですね、ご活用いただいている例としまして、何かですね、ちょっと問題が起きましたですね。要は、ちょっと、エラーが出てしまって、アプリが動きませんみたいな。話が起こったときに、まあ、これまでですね、当然ながら個々のですね、ログを分析するっていうと、例えば、ネットワークのログを拾ったりとか、当然データベースのログを拾ったりとか、アプリのログを拾ったりで、まあ、それですね、個々に、まあ、Excel で見るのか、なんか Grep2 で見るのか、抜きにしまして、まあ、人間がですね、知恵を絞って、どうもここが問題っぽいっていうですね、拾って、それぞれ付き合わせてやったと思いますが、まあ、結構これだと時間もかかってしまうと。で、ここですね、こちらのですね、ログ分析の仕組み、実は単一のデータベースの方に入ります。単一のデータベースの方に、登録されるログの質が違いますよって形で、タグだけ書いて入れてる情報になるので、実はですね、同じ時系列で全てのですね、イベントってこう関連して、分析することができます。ですので、例えば、ネットワークのですね、エラーが起きた瞬間に、データベースでどういうことが起きるか、データベースのログが起きたときに、ログで変なものが出てたときに、アプリケーションでどういうものが出てきたか、すぐですね、ワンクリックですね、飛べるよう、ワンクリックというですね、同じ分析時間ですね、分析することができるようになってますので、まあ、そこですね、少ないオペレーションで、この時間に何が起きていたのか、ね、まあ、相関分析できるというようなところで、まあ、非常に早くたどり着けます。で、もう一つ、先ほど言った、やっぱクラウドならではのマシンパワーっていうのが、非常に効きまして、まあ、これ、すみません、お客様がですね、実際にお聞きした話なんですが、10ギガくらいのですね、ログっていうのを登録して、検索した場合に、おそらく10秒くらいでパッと返ってくる。すごいたくさんのデータ入れて、まあ、レスポンスも早い。クラウドの進行調なので、まあ、その辺もですね、要はちょっとマシンパワーいるようなところも、だいぶ役に立ちます。早くなって、有効化するようなところもございます。はい。ですね。3つ目ですね。これはアプリケーションパフォーマンスモニタリングですね。ここは、どういうことかと申し上げますと、まあ、1個前の情報はちょっと原始的にですね、ログの方で拾っていましたが、これは、各、スタックですね、データベーススタックであるとか、もしくはアプリケーションサーバーのスタックであるというところに、アプリケーションですね、処理でどんなところが、負担かかってますかですね、一体なんですね、パフォーマンス分析をですね、するためのですね、いわゆる監視プログラムってですね、ちょこっと入れまして、まあ、そこでですね、イベントをですね、拾って分析するというものでございます。で、今ですね、私が申し上げた右側の話で、
これですね、いろんな標準モードがあるんですが、このですね、実はこれ青いのがデータベースの処理で、この黄緑のやつがアプリケーションサーバー側の処理なんですが、まあ、これ表示モードをですね、例えばいろいろ切り替えて、で、今画面の方に出てるのは、丸の大きさが処理時間っていうですね、表示モードに切り替えていて、そうしますとですね、丸が大きいほど時間かかっているとですね、いうことで、まあ、ちょっとこれ別に共用に用意したわけじゃないですか。これはですね、データベースには何も責任がなくって、アプリケーションサーバーがほとんどの時間を占めてますよ、ですね、いうことがわかる図なんですけども、まあ、SQL がですね、この画面で言うと青い丸なんで、SQL が全部で20個くらい呼ばれてますが、まあ、そこですね、実はあんまり関係なくて、ほとんどこの、ポイントアツと出てますかね、このマウスポインターでスムーしてる、ここのやつが問題ですと。これは問題です。この3つが大体ガンなんで、このアプリケーションサーバーは見なさいよっていうのが、まあ、わかってると。いったようなところですね、分析してくれたりとかですね。で、左側は、こちらはですね、今言ったサーバーサイドの分析ではなくてですね、アプリケーションサイド、ごめんなさい、ブラウザーのですね、お客様が、ウェブアプリケーションを使った場合の、ウェブ、ブラウザーのですね、分析をですね、しているようなところでございます。ここはですね、同様にですね、監視のですね、エージェントの、プログラムを入れるとですね、HTML の方にビーコンをですね、埋め込んでくれまして、その反応をですね、見て、実際にお客様がブラウザーでどれくらいの反応なのかっていうのを、まあ、見てくれるんですね、というようなもので、ございます。ですね、実際に、まあ、1個前トラブルシューティングのところでログでやりましたが、あれがですね、もう少し洗練された形になります。1個前のですね、ログ、分析の方はログだけでやっていましたが、今回の場合ですね、こちらの方は、実際にアプリケーションサーバーの上で拾ったですね、情報でですね、アプリケーションタイムとデータベースタイムですね、両方分析しています。で、そこをですね、すべてですね、横断分析しまして、まあ、ちょっとすみません、後ほどですね、今日は細かい話が、実践編の方で出てきますので、ちょっと、ちょっと、ちょっと、しませんけれども、今ですね、右側の方のアフターの方で書いてありますのは、具体的に言いますと、実はブラウザーがですね、すげえ遅いですよ、ですね、いうような話で、実はデータベース側には異常がないと、ですね、一体のところがすぐわかる画面であったりですとか、なんか特定のですね、ちょっと遅いですね、処理があった場合、その遅い処理をですね、クリックしてですね、やると、実はこれこれは、アプリケーションサーバーの処理だとこんなところ、データベースの処理だとこんなところって細かくですね、分析するです、ね、ところをですね、ウェブの画面でやってるとです、ね、な形なんで、まあ、問題にたどり着くまでが、まあ、非常にスマートかつ、まあ、早いとですね、なところをやってくれるというのが、まあ、こちらのですね、アプリケーションパフォーマンスマネージメントというテクノロジーの方になっております。はい。ですね。まあ、以上、そんなようなところがですね、オラクルクラウドですね、監視サービスの図になっています。で、一応ですね、今回ですね、参考までに言ってた形で、少しですね、オラクルクラウドの管理、運用管理サービスをすでにですね、ご存知の方だと疑問がですね、出てくるかなと思いまして、実はオラクルクラウドの管理サービスっていうのは、大きく2つですね、提供形態がございます。で、1つがですね、オラクルマネジメントクラウドというやつでございまして、もう1つは右側に書いてあります、オラクルクラウド、オブザビリティ&マネジメントプラットフォームですね、2つございます。で、これはですね、ちょっとですね、我々もちょっとアナウンスが良くない、ドキュメントでもちょっとよくわかりにくいんですけども、非常に端的に言いますと、パース版とイアス版の違いでございます。で、マネジメントクラウドですね。こちらの方は、パースとしてですね、インスタンスをどこっと立ち上げて、それに対してこう使っていくっていうのが、まあ、パース版ですね。で、右側のイアース版はですね、OCI の部品として、提供されていますので、OCI のですね、環境そのものにですね、監視基盤があるみたいな形です。まあ、ちょっと別立てと、くっついてるかと言いますとですね、2つの提供形態の違いがありますが、提供されてですね、ものはですね、まあちょっと細かいところはちょっと違うところもございますが、まあ、おおよそですね、同じテクノロジーが提供されてますので、まあ、パース版とですね、イアース版というですね、形の方でですね、覚えていただきますとですね、一番わかりがいいかなというふうに思います。でですね、で、まあ最近ですね、機能拡張なんかもですね、まあクラウドですので、ちょっと随時、私にも入っていきたいとするんですが、ちょっと今日ですね、あと実践編の方をですね、ちょっとご紹介ですね、カバーできない内容で、新しくですね、最近出てきたですね、機能もございまして、データベースマネジメントですね、サービスの方がございまして、非常にわかりやすく言うと、エンタープライズマネージャーですね、こちらの機能っていうのをもう完全に Web OCI のコンソールの上で使うようにしよう、使えるようにしようというところをですね、目指して提供されているものでございまして、こちらはですね、XACS と、DBCS に関して言えば、標準のですね、監視のですね、エージェントがですね、まあ、すぐにインストール済みになってますので、まあ、少ないですね、セットアップの、まあ、ですね、まあ、すぐに監視が始められますよ、みたいなもので、まあ、ちょっとEM 系のですね、ちょっと、管理情報を取りたいといったようなものがですね、まあ、随時、クラウドの上のですね、
利用可能になってますので、ちょっとこちらですね、ちょっと今日後半でですね、ご紹介ですね、ちょっと入ってないやつなんで、ちょっと改めて、ご紹介になってですね、持ってまいりました。このような形ですね、新しいですね、データベース監視機能なんかも随時出てきているというような形の方になっております。はいですね、以上ですね、導入編としまして、オラクル、クラウドの上でのテクノロジー、スタックとして運用管理のところがどんな形で提供されているのか、そしてどのようなですね、仕組みで動いていて、何を狙いにしているのかといったところをですね、代表的な使用例と、一緒にですね、ご紹介させていただきました。でここまでですね、ちょっといわゆる、もう机上のパワーポイントの話なので、ここから先具体的にお客様環境で、どうだったか、というようなところですね、リアルなところですね、この後半のところでご紹介させていただきたいと思います。そうですね、そこからですね、スピーカーを使いさせていただきたいと思います。まず私のセッションでお願いします。ありがとうございます。はい。では、ここからはですね、日本オラクルのテクノロジーコンサルティング事業本部、プラットフォームソリューション本部の、田中が、お話しさせていただきます。はい。では、本日のアジェンダなんですけれども、まず最初にですね、オラクルマネジメントクラウドの、各機能ですね、に関係なく、共通的な部分としまして、オラクルマネジメントクラウド全体構成について、お話しさせていただいた後にですね、オラクルマネジメントクラウドの各機能の活用事例と、実際のデリバリーで選ばれた、知見についてですね、インフラストラクチャーモニタリング、オブアナリティクス、アプリケーションパフォーマンスモニタリングの順でご説明していければと思います。ではまず、オラクルマネジメントクラウド全体構成についてです。はい。でですね、オラクルマネジメントクラウドのですね、全体構成に関しまして、まず重要な設計要素としまして、ネットワーク構成が挙げられます。オラクルマネジメントクラウドでは、サーバーに配布されたエージェントによりですね、様々な情報が収集されて、OMC インスタンスへと集約されていきますので、この通信を行うためのネットワーク構成というものは非常に重要な設計要素となっております。でですね、この中で、考えるべき大きな、ポイントは2つありまして、まず1つ目が、OMC インスタンスと OCI 上のエージェント間ですね、の通信経路の選択。になってきます。こちらはですね、パブリックサブネットからの通信、インターネットへの通信ですね、に使用されるインターネットゲートウェイですとか、プライベートサブネットから、インターネットへの通信になる、のゲートウェイになるナットゲートウェイ。また、プライベートとパブリック、問わずですね、オラクル、上のですね、サービスネットワーク内にあるリソースへのプライベートな接続を可能にするサービスゲートウェイの大きな選択肢として3つありますので、こちらをどう使っていくかというところがまず1つになります。そしてですね、もう1つ、OMC インスタンスとエージェント間の直接通信についてですね、検討していく必要がありまして、各エージェントが直接 OMC インスタンスと通信するという非常にシンプルなパターンと、あとはゲートウェイというものを構成しまして、各エージェントはこのゲートウェイ経由で OMC とインスタンスと通信するというような2つのパターンから選択していくような形になっております。はい。ではまず OCI 環境との接続のパターンについて見ていきたいと思います。こちらの図に記載しておりますですね、1番と2番の通信経路ですね、こちらインターネットゲートウェイ及びナットゲートウェイを経由するパターンが一つあるかと思います。こちらはですね、それぞれのパブリックサブネット、プライベートサブネットに配置されているサーバー上のクラウドエージェントからですね、それぞれのゲートウェイを介して、インターネット経由でですね、OMC、オラクルマネジメントクラウドの、通信を、通信を行うというパターンになっております。それに対して、3番の方ですね、サービスゲートウェイ経由のものになっているんですけれども、こちらは、パブリックサブネット、プライベートサブネット両方に
あるよね、あるインスタンスの、クラウドエージェントから、サービスゲートウェイを介しまして、オラクルマネジメントクラウドに、プライベートな接続を行っていくというような、通信経路になっております。でですね、こちら、2つを単純に比較しますと、プライベートに接続できるようなサービスゲートウェイを、選択するのが、まあ、何の問題もなくいいんじゃないのかっていうようなふうにも見えるんですけれども、サービスゲートウェイ経由の通信に関しましては1点注意点がありまして、サービスゲートウェイ経由で接続できる、リソース、ここで言うとオラクルマネジメントクラウドということになるんですけれども、これはですね、同一リージョン内に存在している必要があるっていう制約がありますので、まあ、そうじゃないようなパターンですね。この図には書いてないですけれども、例えば別リージョンの、OCI 環境も存在していて、そこのデータも、こちらのリージョンの OMC のに集約していきたいといったようなケースですね。そういったケースでは、またそれに合わせたネットワークの構成を考えていく必要があるというところが注意点になってきます。はい。続きまして、OMC との直接の通信を行うかっていうところの、説明になるんですけれども、こちらに、2パターン、エージェントの動作を記載しております。下の方に書いてあります、OMC と直接通信が可能なサーバーに関しましては、そのままですね、シンプルに、クラウドエージェントから、プラクルマネジメントクラウドの、インスタンスで通信を行っている。ということはできるわけですけれども、一方で、OMC と上の方ですね、にある、OMC と、直接通信が不可能なサーバーに関しましては、一旦ですね、OMC と直接通信が可能なサーバー上に、ゲートウェイを構成して、そこ経由で、さらに、まあ、もの、あればですけど、プロキシなど回避するというようなパターンですね。このような。はい。おっと。大丈夫ですかね。はい。ここまでは、ネットワーク構成に関して見てきたんですけれども、もう一つ、設計上の、重要な要素としまして、OMC インスタンスの構成というものがございます。特にですね、本番環境や開発環境など複数の環境を監視する場合の OMC インスタンスの構成というところが重要な設計要素となってきます。パターンとしましては、単一の OMC インスタンスで集約するというパターンですね。と、環境ごとに OMC インスタンスを分割するという2パターンが考えられるかと思います。それぞれ集約するパターンでは、単一のコンソールでですね、本番環境ですとか、開発環境といった、複数の全ての環境の、情報を確認できるというところで、で、そのため全環境での、一括の設定の反映ですとか、環境間の、横串での比較っていうものが可能になるため、まあ、運用効率は、一般的に良くなると考えられるような、構成になりますね。で、一方ですね、環境ごとに分割するようなパターンですと、まあ、環境ごとに、コンソールレベルでアクセスしていく画面自体を分割することができるというところが、挙げられると思います。そのためですね、セキュリティの観点ですとか、まあ、作業を、許可するユーザーですね、が、この環境ごとにそれぞれ大きく異なっているようなパターンでは、こちらの分割というのを採用する方が、まあ、効果的になるというケースもあると考えられます。はい。ではですね、ここまでの設計要素の中から、まあ、実際、どういう構成パターンを取ることが多いのかというのを、オラクルクラウドインフラストラクチャー上のシステムとオンプレミス上のシステムについて、簡単にまとめたいと思います。まず、オラクルクラウドインフラストラクチャー上の、システムですね。に対しましては、まあ、OMC インスタンスとエージェント間の通信経路の選択としては、基本的にまあ、インターネット経由
のアクセスを許可せず、まあ、サービスゲートウェイを簡単に構成することができますので、これが使用可能であれば、こちらを選択するという場合が多いことになっております。でですね、続きまして OMC インスタンスとエージェント間の直接通信というところに関しましては、まあ、サービスゲートウェイを選択しているということで、まあ、通信が、各サーバー上のですね、通信がインターネットを介さないというところで、ゲートウェイを構成してですね、直接インターネットへ接続できるようなサーバーを、絞るというような例は少なくてですね、まあ、プライベートに接続できますので、エージェントと直接通信を許可するというような例が多くなっております。で最後に OMC インスタンスの構成に関してなんですけれども、こちらはやはり運用の考え方に大きく左右されてくるので、まあ、集約するパターン、分割するパターン、どちらのパターンも採用されているような形になっております。続きまして、オンプレミスの方ですね。こちらの既存のオンプレミス上のシステムですと、OMC インスタンスとエージェント間の通信経路の選択では、まあ、オンプレミス側のプロキシですとか、ファイアウォールを介して、インターネット経由で、通信していくことが多くなっております。ですので、まあ、OMC インスタンスとエージェント間の直接通信に関しましては、このインターネット経由での通信っていうところで、各エージェントからですね、直接 OMC への通信を許可するのではなくて、ゲートウェイを構成して、まあ直接通信可能なインスタンスを絞っていくっていうような構成を取ることが多いですね。はい。で、最後に OMC インスタンスの構成についてなんですけれども、こちらは特にオンプレミスであろうと、クラウドであろうと、まあ、大きく変わることはなくて、まあ、やはり運用の考え方に大きく左右されるというところになっております。はい。ここまでがですね、オラクルマネジメントクラウドの全体構成についての話となりました。で続きまして、オラクルマネジメントクラウド各機能の活用事例と知見というところで、実際にデリバリーを通して得られました、活用事例と知見につきまして、話していきたいと考えております。で、まず最初にインフラストラクチャーモニタリングについてになります。はい。まあ、ここは、先ほども出てきたようなインフラストラクチャーモニタリングの概要になるんですけれども、まあ、システム構成するあらゆる IT コンポーネントですね、を監視して、インフラのステータスですとか、リソース、パフォーマンスなどのキーメトリックを、まあ、コンソール上で可視化していますと。で、また、まあ、特定のですね、環境ですね、オンプレミス環境とか、クラウド、に、縛られることなく、また、オラクル製品、非オラクル製品といったところにも、縛られることなく、統合的に監視することができます。でですね、あとは、オラクルマネジメントクラウドのですね、このインフラストラクチャーモニタリング以外の、サービスとも連携しまして、一つのコンソールで一元的なビューを提供するっていうところも、一つの、特徴となっております。そのためですね、実際の、現場での課題、どういった課題に役立つかといいますと、まあ、インフラの監視はまあ現行でも行っているんだけれども、まあ、特定のオペレーターしか見ることができずに、トラブルシューティングの際にすぐに状況を確認できないといったような課題ですとか、アプリケーション性能やログ内のエラーとですね、インフラリソースの状況と関連付けて調査するっていうのが、横串で一つの画面で見ることができないがゆえに、困難っていうような課題に対して、有効な、サービスとなっておりますと。はい。では実際にですね、インフラストラクチャーモニタリングの、による監視ですね、について、一つ重要なポイントがありまして、どういった監視方式を、選択してい、くのかというところが非常に重要になってきます。でですね、ここの図にまとめてあります、標準メトリック、カスタムメトリック、プロセス監視といった方式ですね、監視方式の中から実際の監視要件に合わせて適切な方式を選択していくということが重要になっております。で、まず、それぞれ説明したいんですけれども、標準メトリックは、まあ監視対象のエンティティタイプごとにですね、事前に定義されたメトリックとなっておりまして、
対象は、登録、オラクルマネジメントクラウドに登録されたエンティティとなっております。で、柔軟性ですね。メトリックの柔軟性に関しましては、まあ、事前に定義されておりますので、特に柔軟性はないとなっております。で、設定方法なんですけれども、エンティティ登録によってですね、この標準メトリックはエンティティ登録するだけで使用可能になりますので、まあ、特に追加の設定方法といったものはなく、まあ、作業コストも、そのため低いものとなっております。続いてカスタムメトリックですね。こちらは特定のエンティティタイプに対してユーザーが指定したコマンドですとかスクリプトの結果から構成されているメトリックになりますので、対象としましては、標準メトリックと変わらず OMC に登録されたエンティティとなるんですけれども、まあ、作り込みですね。コマンドですとかスクリプトをユーザー指定でできますので、まあ、作り込み要素が非常に高いので、まあ、柔軟性も高いメトリックとなっております。で、設定方法としましては、基本的には OMC コンソール上から設定できるんですけれども、まあ、当然スクリプト配置ですとか、といった中で、まあ、一部 OS ログインなどが発生してくるような方法になっておりまして、作業コストとしましては、まあ、メトリックの複雑性によって大きく変わってくるところではあるとは思いますが、まあ、標準のメトリックと比較してですと、作業コストはまあ高くなってくるものとなっております。あともう一つ最後の選択肢としましては、ちょっとこちら毛色違うんですけれども、プロセス監視となっておりまして、まあここまでの見てきたものと違って、エンティティとしてではなくてですね、ホストエンティティに紐づくプロセスとして対象を監視するといった方法になります。ですので、対象となるのは、登録済みのホストエンティティで、このホストエンティティに対して、まあ、例えばエンティティタイプですね、が、OMC に登録できないようなエンティティタイプ未定義のコンポーネントなども、ホストのプロセスとすることで、まあ、監視の対象化ができるというようなものになっております。で、柔軟性に関しましては、まあ、対象は柔軟に選択できるんですけれども、まあ、プロセスに対して収集されるメトリックっていうのは、まあ、決まっているものになっています。で、また設定方法で、ここにちょっと癖があるんですけれども、まあ、REST API 系での、設定が必要となるっていうところがあります。ですので、まあ、プロセス監視の作業コストとしては、OMC に対して REST API を使用可能にするっていう事前準備のコストが高いっていう点と、まあ、OS 上の特定プロセスのみ指定していくため、まあ、フィルター条件の作成などのコストがやや高い部分があるかなというような、形になっております。ですのでですね、迅速な構築ですとか、高い運用性確保の観点からですね、まあ、現行の監視設定が存在するシステムにおいても、まあ、安易にこう踏襲するのではなくてですね、作業コストの低い標準メトリックの採用可否をまず検討していくっていうのが、まあ、現実的な、進め方として良いのではないかなと考えております。はい。では実際ですね、それぞれの、方式の、使い方を見ていきたいと思います。まず標準メトリックですね。こちらは、まあ、標準として定義されておりますので、ホストですとかデータベース、AP サーバーなどのエンティティの可用性の監視ですとか、CPU、メモリー、ファイルシステムなどのリソース監視といった基本的な部分は、おおむねこちらの標準メトリックで抑えられるものになっております。でですね、こちらの図にあるような、実際のエンティティの画面ですね。これ登録した後でですね、特に何もしなくても、この赤枠にあるように、実際のメトリックの値をこうグラフで、確認することができるようになっているようなものですね。はい。あとは後ほどお話しするんですけれども、データガードに関してもですね、パフォーマンス監視というものができまして、こちらも標準のメトリックとして定義されているというところが一つポイントになるのかなと考えております。はい。続きまして、カスタムメトリックについてお話しいたしますと、カスタムメトリックの使いどころとしてはですね、一番上に記載している既存監視スクリプトの活用というところが一番大きなものになるかと思います。やはりちょっと複雑なですね、監視の内容とかをですね、スクリプト化しているというものが、実際資産として
まあよくあると思うんですけれども、そういったものを、カスタムメトリックとして使用することで再利用可能となっております。その他ですね、細かいところで使っていくパターンとしましては、まあ、特定のディレクトリの領域を監視したりとか、あと特定のファイルだけサイズを監視してみたりですとか、あとは周辺機器へピングを、打って、そこへの監視ですね、をしてみるといった使い方などもありますと。でですね、カスタムメトリックの実装に関しては、実際メトリックを定義するところから、まあ、テストして問題がないかっていうところ。で、そして問題がなければ公開。そして、実際にこのメトリックを収集する、対象にデプロイするという一連の手順が必要となってきますので、まあ、システム固有でやっぱり、重要度が高い監視要件に対して限定的な利用をすることをお勧めしております。はい。最後にプロセス監視になります。まずプロセス監視の活用事例の一番、大きいところとしましては、エンティティ登録できないコンポーネントですね、のプロセスの死活監視をするっていうところが、まあ一番一般的な使い方になるかなと思います。あとはですね、まあプロセスを監視できますので、まあ特定のプロセス数の増減を監視したりですとか、あと、特定のオラクルのバックグラウンドプロセスを監視するといったような使い方も、ございます。ところで、まあ、実際こちら、設定のフローを記載してるんですけれども、まあ、プロセスをフィルタリングする設定の JSON を書いて、で、REST API で設定して、で、そのフィルタリングの、定義したものを次はホストエンティティですね。に紐づける設定を記載しまして、これもまた REST API で設定すると。でこれが完了すると、まあ、実際ホストエンティティの画面から、そのプロセスですね、を確認することができるようになるといったような流れになっております。ですのでですね、エンティティ定義がないような対象ですとか、まあ、重要なプロセスに限定しての利用ですね、こちらも、まあ、限定しての利用をお勧めしているといったところになっております。はい。では、ここからはですね、オラクルデータベースに関連する情報ということで、お伝えしていきたいんですけれども、まず先ほども、少しお話しさせていただきました、データガードの監視というところになってきます。でですね、OMC では、オラクルデータベースをエンティティ登録することで、まあ、様々なメトリック収集可能なんですけれども、データガードについてもですね、様々なメトリックが、まあ、事前に用意されているので、まあ、エンティティ登録してしまうだけで簡単に監視が可能となっています。ところで、Oracle Database Entity の画面から、まあ、データガードのロールなど構成情報の確認ですとか、まあ、あと転送とか適用ラグなど必要なパフォーマンスメトリックを選択して、コンソール上にですね、表示するということが可能となっております。はい。続きまして、もう一つですね。Oracle Database 関連情報として、エンタープライズマネージャーとの連携というところをお伝えできればと思います。EMCC でですね、すでにデータベースですとか、エクサデータを、ターゲットとしてですね、監視しているっていうような状況がある場合にですね、この EMCC に対してデータコレクターエージェントというものを導入することで、まあEMCC に登録されているターゲットの構成とかパフォーマンスメトリックなど、もろもろの情報ですね、を OMR、リポジトリから収集して OMC に連携するっていうことができるものになっております。でですね、こちらは、まあ、実際にすでに運用で EMCC を活用いただいているような場合などには、さらにそのメトリックを OMC の方にも簡単に連携できるという点で有効だと考えております。でですね、OMC と EMCC の併用という観点では、まあ、OMC で情報を一元管理した上で、まあ、EMCC で、まあ、Oracle Database の運用や深掘り分析っていうのを実際には行っていくというような使い分けが良いかと考えております。はい。ここまでが、インフラストラクチャーモニタリング編の話になっておりました。続きまして、ログアナリティクス編についてもお話したいと思います。
まずログアナリティクスについての概要としましては、まあ、あらゆるログを取り込んでビジュアライズ化することで、まあ、迅速な障害対応ですとか、新たな知見を抽出を支援しますよというところで、まあ、テキストベースで整形に手間がかかるログですとかを横断的にかつ高速で、可視化、柔軟に検索、絞り込みできる。または機械学習を活用した異常値の発見ですとか、相関分析などにも、活用できますというところですね。で、実際に、現場での課題としては、どういったものに役立つかといいますと、まあ、やはり障害対応の時とかですね。で、すぐにでもログが欲しいっていったような状態の時に、まあ、ログの取得と整形に、時間がかかっているようなケースですとか、まあ、正常処理のログが大量にあってですね、異常値を見つけるのが大変だといったような状況。あとは、まあ、ログはトラブルが起きてから初めて見るっていうような状況になっていて、まあ、プロアクティブな分析などができていないっていうような状況に対しては、こちらのログアナリティクスが有効になると考えております。はい。では続きまして、ログ監視の動作イメージについて、お話しできればと思いますが、まあ、最初、監視対象のログですね。監視対象のログに対して、ログ分析設定としまして、ログソースというものを定義します。で、ログソースなんですけれども、こちらは様々な、設定の集合体となっておりまして、まあ、ログのパーサーですね。分析項目の定義ですとか、ログファイルパス。ですとか、その他、マスキングなどの、諸々の設定をひとまとめにしたものをログソースとして定義しますと。で、そうすることによって収集、ログが収集されまして、OMC 上で、ログ情報の可視化、分析、監視へとつながっていくような流れとなっております。で、特に、ログソースとログパーサーというところについて、少し補足していきたいんですけれども、ログパーサーではですね、ログの分析、項目定義、ログの分析項目を、フィールドとして定義して、解析式に関連付けということを行っておりますので、まあ、そうですね、元のエントリーですね、一文、一行、ご出力されているものに対して、まあ、パーサーを的確に定義していくことで、まあ、それぞれのブロックに分けて、フィールドとしてブロックに分けていくんですけれども、こちらの分割ですね、単位に関してはちょっと、まあ、注意が必要かなというところでして、まあ、フィールド定義では単純なアラート通知をするパターンですとか、まあ、高度な分析にこの、ログを使用するなど、用途に合わせてそれぞれですね、この、フィールド定義の、流動の、設定が、重要になってくると考えております。まあ、単純なアラートですと本当に引っ掛けられれば、いい情報最低限で、を定義すればいいので、まあ、簡単に実装していくことができるんですけれども、まあ、やはり高度な分析などを行うっていう要件がある場合には、一行のログからですね、少しでも、多くの情報を、正確に取得できるように、流動の細かい、フィールド定義をしていくっていったところですね、が必要となってくるというところが重要なポイントかと思います。まあ、その分、工数もかかりますので、まあ、どういった使い方をしたいかというところから、どのように定義するかが決まってくるものになるかと思います。はい。続きまして、ログアナリティクスでの、考慮すべき重要な部分としまして、アラートルールというものがございます。ログアナリティクスにおいてはですね、アラートルールでは、こちら、ルールタイプからですね、リアルタイム、とスケジュール済みといった2つの、ルールタイプを選択するんですけれども、こちらも監視要件に合致するものを選択して設定していく必要があります。でですね、特に選択するルールタイプによってアラート発報条件の挙動が異なるというところに注意が必要となっております。まずリアルタイムに関しましては、まあ、単純に、収集されたログに対して指定したラベルと合致するものがあれば、都度ログを、リアルタイムで発報してくれるといったようなものになっております。はい。で、まあ、そういったシンプルな挙動ですので、まあ、特別複雑な条件などは指定することは難しいとなっております。一方、スケジュール済みはですね、特定の時間間隔ごとに指定した条件に合致するかを判断して、合致した場合にアラートを発報するルールなので、まあ、判定区間、間隔を、まあ、このように15分から7日の間で任意に、選択することができますと。
で、アラートの発報条件なんですけれども、指定した警告ですとかクリティカル指揮値ですね、を超えて重大度が変更された場合に発報されます。ということで、一つのですね、重大度に常に、の指揮値にですね、常に引っかかるような状態が連続していてもですね、重大度が変更されなければ最初の1回だけアラートが発報されて、その後連続発報されることはないっていうような挙動をするっていうところに一つ注意が必要かなと思います。で、スケジュール済みの方はですね、ログデータからグラフというもので、作成してですね、複雑な条件を、定義したグラフをもとに、アラートルールを作っていくことができるため、まあ、リアルタイムと比較して複雑な条件を指定可能っていうところの違いもございます。はい。では実際の活用事例なんですけれども、まあ、とはいえ、まあ、ログアナリティクスでログを対象としているので、まあ、やはり基本的なログが中心にあるかなというところで、Linux の、シスログですとか、Windows のイベントログとか、あとはオラクルのアラートログなど、まあ、他には、まあ、こちらも周辺機器に Ping を実行したログなどを、まあ、アラートを通して発報するっていうような使い方をしているっていうところも、ございます。というところで、ログアナリティクスはですね、活用、定義済みのログソースが、準備されておりますので、こちらを活用していくことで、少ないコースでですね、効果的に、ログ収集が可能となっております。はい。最後にですね、ログアナリティクスに関して、オラクルデータベース関連情報としまして、高度な AWR 分析への活用例を一つご紹介できればと思います。でですね、4ノードオラク構成のオラクルデータベースにおける、まあ、1ノード障害発生時のですね、キャパシティ管理のために AWR をログとして OMC に収集してですね、1ノード障害時に予想される CPU 時間を、それぞれのですね、サービス配置された後の状態を、再現するようなグラフを作ったというケースになっております。で流れとしましては、AWR を一旦、中間サーバー上で JSON 形式に変換させて、カスタムログソースを定義して OMC に収集する。で、ログ内のリソース使用量を1ノード障害時のサービス配置先のノードが同じものですね。同じサービスでフィルタリングすることで集計してグラフ化していくっていうようなことで、まあ、このグラフを作って、まあ、分析。一ノード障害時の分析を行ったという、一例をご紹介させていただければと思います。はい。ここまででですね、ログアナリティクス編についても終了となります。ここからはですね、アプリケーションパフォーマンスモニタリング編、となるんですけれども、ここからはスピーカーをですね、私田中からスイッチしましてですね、はい。じゃあ自己紹介お願いします。はい。はい。それでは、ここから説明が変わります。日本オラクルのプラットフォームソリューション本部、コンサルタントの前田です。はい。ここから最後にですね、OMC の、アプリケーションパフォーマンスモニタリング編として、実際の活用事例と、あとそれを元にした知見について説明できればと思います。はい。で、ここですね。ここまでは設計ですとか、あとは構成観点中心の説明になっていたんですけれども、この APM の部分では実際の運用ベースで説明できればと思っています。で、前の部分で、前のパートで機種ではあるんですけれども、APM っていうのが何だったかっていうところだけ簡単に説明させてください。アプリケーションパフォーマンスモニタリングですね。こちらが Web アプリケーションに関する性能監視と管理のための OMC サービスになっています。ユーザーの体験含めてページや AP サーバーのパフォーマンス情報をグラフ化して一元管理することで、見える化を実現するためのサービスになっています。APM の導入によるメリットっていうのが大きく分けて2つあるというふうに考えています。一つが、情報の可視化による容易な現状把握というところですね。こちらが定常時の運用シーンでメインで役立つ部分になっていて、その稼働しているシステムにおいての利用シーンっていうのは大体こちらの定常時の、運用になるかなと思っています。
AP サーバーがこう複数台あるような状況でも、情報が一元化されていますので、まあ、情報をすっと確認することができるっていうのが、まあ、その確認が容易っていうところが、メリットになります。で、もう一つが迅速な原因究明というところで、右側の部分なんですけれども、問題発生時に原因究明のために、OMC 上の画面から、根本的な原因が具体的にどの処理にあるのかっていう部分を、まあ、その対象ページからスタートして、どんどん掘り下げていく形で、どんどんドリルダウンしていくことができます。はい。ではですね、この2つのメリット軸で、具体的にお客様がどのように機能を活用されているかっていう部分を説明していきたいと思います。はい。で、その簡単にお客様の APM の導入事例について、説明させてください。いわゆる特殊法人のお客様の事例になるんですけれども、基本的には、こちらの、この後の具体的な活用事例っていうところも、この事例ベースで、説明でしていきます。もともとその課題というのが2点ございまして、担当のチームが、運用、アプリ、インフラっていうふうにチームが分かれていまして、チームを隔てたログの収集ですとか、あとそれを元にしたデータの整形に工数がかかっていて、まあ、リアルタイムの分析が難しかったっていうところが一つの課題になります。で、もう一つが障害発生時に問題の特定から復旧までに時間をかなり要しておりまして、まあ、復旧するまで 1、2 週間ほど期間を要していたという過去も、背景もございました。で、右側がシステムの構成図になるんですけれども、お客様のデータセンターっていうのがオンプレミスにありまして、まあ、そちらのデータセンターの中の AP サーバーに APM エージェントを導入する形で、APM 利用されています。で、まあ、その APM の導入効果としまして、まず主要ページのアクセス数などのパフォーマンスの情報っていうのを効率的に収集できるようになりました。また、ページのエラーですとか、あとはレスポンスの時間が、まあ、そのページで、特定のページで多くなるっていったパフォーマンスの低下時にも迅速にボトルネックを特定していくことができるようになっていて、画面上でクリックしながらページを遷移していくことで原因特定ができますので、基本的にはそうですね、10分ほどあれば切り分け、原因の切り分けっていうのが可能っていうところまで持っていくことができるようになっています。はい。それではですね、定常時の運用シーンでどのように APM を活用されているかについてのところになります。この一つ目のメリットの情報の可視化による、容易な現状把握についてですね、こちらがその集計作業の工数の分析と、あと、工数の削減ですね、と、あと、分析する際のその質の向上というところで貢献できます。この集計作業についてはですね、基本的には、APM ホームっていう、まあ、APM を選択いただいて、まあ、そのメインの画面があるんですけれども、そちらの監視対象のサマリーっていうのを確認することができるものになります。で、分析のその質の向上っていうところに関しては、まあ、標準のその APM のグラフに加えて、OMC の中のそのデータエクスプローラーっていう機能があるんですけれども、こちらで、APM 関連のメトリック収集して、ダッシュボードを作成いただくことで、まあ、追加で必要なグラフっていうのを適宜こうカスタマイズしていくことが可能になります。で、お客様の事例ですと、そうですね、右側の、部分に当たるんですけれども、APM 上のこうグラフっていうのを用いて、そちらをそのホームページシステムの月次報告資料として、作成するときに、それをお役立ていただいている形になります。で、そうですね。で、事例としては、月次の報告資料というふうに活用いただいているんですけれども、この月次っていうところで、留意事項がございます。左下の部分なんですが、APM 単体ではですね、情報の保持期間っていうのが7日間になっております。そのためですね、ページ上のパフォーマンス情報を、まあ、それよりも長期で収集して、データ活用したいという場合にはですね、別途、IT アナリティクスとの併用が必要になります。このお客様の場合もですね、IT アナリティクスを利用できるように、エンタープライズエディションのライセンスも持たれていまして、そちら、フルで活用いただいて、この月次報告の資料っていうのを、作られております。はい。で、ただですね、APM でその分析の質っていうのを向上させるっていう意味でですね、ダッシュボードのカスタマイズも実施されておりまして、そのためにウェブアプリケーション定義、
というものを設定しています。そのまま Web アプリケーション定義っていうのが何なのかっていうところなんですが、事前に条件を設定しておいて、その条件に合致する情報っていうのを取得するための機能になっていまして、特定の URL ページ、URL ですね、に対して定義を設定するものになります。もともとのそのお客様のご要望として、左側の3つのようなリクエストありました。例えばそうですね、ホームページシステム全体でこうアクセス数っていうのを合算して把握したいっていうところですとか、あとはその対照的に、そうですね、個別のページごとでのアクセス数っていうのを分かりやすく比較できるようにしたいっていうところですとか、あとは、スマートフォン用のサイトと、あと、PC 用のサイトっていうのが、分かれて、用意されていて、そちらそれぞれのアクセス数ですとか、あとはページのロード時間っていうのを比べたいっていうような、リクエストございました。はい。で、この Web アプリケーション定義をですね、特定の URL に対して条件にこう引っかかるように設定しておいて、で、この設定で一つ一つのページでのアクセス数ですとか、パフォーマンス以外にも、あとその、ホームページ全体とか、あとデバイス別っていうようなページ情報の区分で比較することが可能になっています。で、実際にそのカスタマイズして作成したダッシュボードの一例というのをこちら掲載しています。さっきのスライドであったように、個別ページごとでのページビュー数を比較したいっていうご要望があったので、ウェブアプリケーション定義を個別ページごとに設定しておくと、その個別ページごとで色分けされた形で、アクセスすることができ、アクセス数を比較するようなグラフっていうのを作成できます。こう、細かく分けることで、例えばその、特定の、濃い青色の個別ページだと、例えばどの曜日でも一定数の閲覧数がありますよねっていうところですとか、あと水色の部分だと、何かこう重要なイベント時に大きくアクセス数が伸びますよねっていうような、ページごとのその傾向っていうのが、より明確に見えてくるものになります。はい。で、もう一つですね、分析する際のデータに関しての設定になります。プライバシー設定ですね。プライバシー設定を有効化しておくことで、その APM によって収集される IP アドレスですとか、あとは位置情報などの、個人を識別できるような情報ですね。それらをこう保持するのか、破棄するかっていうところの選択ができます。で、位置情報を例えば保持している状態の場合ですと、左側の下の、図のようにですね、アクセスがあった部分が、その濃い色で反映されるっていうようなエリアがカラー付けされた状態で確認できるんですけど、位置情報を破棄する設定に変更すると、そのカラーリング反映されなくなるっていうところですね。で、もう一つその IP アドレスについては右側なんですけれども、個々のユーザーがこうアクセスした際の、なんていうんですかね、詳細な読み込み時間などをこう一覧で確認できる、機能があるんですけれども、IP アドレスを破棄しておくと、その一覧で見れる部分のうち、クライアントの IP の部分が、ハイフンで、マスキング表示されるような設定も可能になります。で、これらのその IP アドレスとか、あと、位置情報の下選択については、用途に応じて決定することができまして、はい、そうですね。IP アドレスを保持するか、位置情報を保持するか、その組み合わせによって、選択します。で、お客様のベースですと、こう、プライバシー関連の法令を遵守したいっていうご要望ありましたので、お客様の事例だといずれも、破棄するっていうところで、運用監視されております。はい。で、ここまでが、定常時での運用シーンでの、活用事例になるんですけれども、ここから、先が、主にこう何か問題が発生した際の異常時の運用シーンで役立つ利用についてになります。二つ目の、メリットの迅速な原因究明の部分ですね。で、APM の活用によって、もう一つその障害対応期間っていうのを大きく短縮することができます。APM の導入前ですと、役割ごとにチームが分かれている場合だと、何かこう、障害が発生してから、ビフォーの部分なんですけれども、関連リソースの情報の提供ですとか、あとそのための情報を収集して、提供して、っていうのに時間がかかるっていうところと、あと別チームへのこう状況、こうなってますっていうのを説明する際に、どうしてもタイムラグっていうのが発生し得ます。
で、情報の整理ですとか、問題箇所の絞り込みにつきましても、そうですね、各サーバーの環境に入ってログを収集して、そのログをもとに、問題がどこなのかっていうのを、こう、バーッと見ていくっていうような、手動の作業っていうのがどうしても増えてしまいますし、あとその、確認するのにどれくらい時間がかかるかっていうのは、結構、その、見る人のスキルに依存してしまうっていうところは、あります。APM の導入後ですと、主にその情報共有の部分と問題箇所の絞り込みの部分での時間短縮っていうのが見込めます。その状況の共有については、下側の部分で、どのチームもこう、共通のダッシュボードから状況を確認することで、その、どういう状況になってますっていう説明によるタイムラグっていうのは発生しません。あとそのサーバーリクエストの分析とか、あとは横串を通して、ウェブページのパフォーマンスを確認できるような、設定っていうのが、あるんですけれども、こちらを通して、こう、原因特定の時間っていうのをより短く、することができます。はい。で、じゃあ、その、具体的にどういうふうに原因箇所を特定していくのかっていう部分なんですけれども、その説明になります。レスポンスの時間が、例えば異常に長いページがあったりとか、あとは、エラーが発生しているっていうような問題の解決のための、活用になります。こちらですと、そのサーバーの構成っていうのは特に気にすることはなくて、OMC のコンソール上で画面をこう、ポチポチとクリックしていくことで、最終的な原因の処理に到達していくっていうイメージになります。実際の流れなんですけれども、右側のそのトリルダウンの流れ、記載しています。上から見ていきますと、そうですね、問題がある対象ページがどこかっていうところですね。これは、APM ホームとかの、ページの一覧が確認できる部分があるんですけれども、そこから、対象ページを、まず絞っていきます。で、その中で、どのサーバーに対するリクエストなのかっていうところをこう確認するんですが、ここでその複数の AP サーバーを配置していても、その、同じページであっても、サーバー名っていうのは表示されるので、どの AP サーバーが原因なのかっていうところは特定可能になりますし、ここでサーバーリクエストっていうのが特定されます。で、そのサーバーリクエストの中でもどこで負荷がかかってるかっていう部分ですね。については、このダイアグラムで確認することができます。ここで、AP サーバー、DB サーバー、どちらに負荷がかかっているのかっていうのを把握できて、この処理の時間っていうのは、円の大きさで、確認するっていうようなことが可能になります。で、最終的にどの処理が、原因なのかっていうところですね。AP サーバーの方ですと画面のコントローラーレベルで、把握できますし、DB サーバーの方では実際に、どういうスケールが実行されているかっていうレベルで特定可能になります。はい。で、この切り分けの際にですね、その異常時に備えてアプリケーション定義っていうのを事前にもう設定しておくと、こう問題の、原因特定のための切り口っていうのを、増やしておくことができます。で、アプリケーション定義っていうのが何なのかっていうところですが、フィルターの定義みたいなのを保存しておいて、その定義の設定した条件と合致したアプリケーション内のページですとか、あとはサーバーリクエストをグループ化した状態で表示する機能になります。で、サーバーリクエスト数ですとか、ページビュー数を AP サーバーごとに比較したいっていうような、課題がもともとあって、この事例だとアプリケーションの定義を設定しています。これを設定しておくと、横串を通すような形で、ウェブページアプリ、AP サーバーのパフォーマンスっていうのを確認できます。で、実際のその AP サーバーごとの例なんですけれども、アプリケーション定義を設定しておいた画面例になります。こうしておくと、その AP サーバーのパフォーマンスっていうのが一覧化できまして、従来ですと、AP のサーバーのパフォーマンスどうなってるのかっていうのを一個確認して、ああ、こういうふうになってるんだっていうのを確認して、次の、別のサーバーのパフォーマンスどうなってるかなっていうのを一つ一つこう、潰していく形になるんですけれども、アプリケーション定義、AP サーバーごとに設定しておくと、その、ページをいちいち遷移して確認していくっていう手間っていうのは省略できるっていうのが一個、メリットになります。で、この、アプリケーション定義の中でよく確認している部分っていうのが、赤枠のページビュー数の部分とサーバーリクエスト数の部分になります。で、これらの、部分見てですね、表示期間あたりのその、
アクセス量ですね、をこう IP サーバー間に比較して、まあ、その特定の IP サーバーに、処理の偏りがないかっていうのを確認します。はい。で、以上で APM 編は終了になります。はい。長時間お付き合いいただきありがとうございます。最後になりますが、テクノロジーコンサルティング事業本部の浅井からお話しさせていただきます。現在、オラクルコンサルティングでは一緒に働いていただける技術者、コンサルタントを募集しております。そこに記載されている通り、本日の勉強会のようにプロジェクトを通して知見を深め、お客様の課題を解決したい方、オラクルデータベースを極めてそのスキルでお客様に貢献されたい方、オラクルクラウドインフラストラクチャー、OCI ですね。OCI を活用してお客様のデジタルトランスフォーメーションを共に推進したい方、オラクルコンサルタントとしてご自身の市場価値を高めたい方、などなど、こちらに書いてある以外にも、オラクルコンサルタントとして活躍できる、シチュエーション、シーンは様々ありますので、ぜひ、オラクルコンサルとして働きたいという方は、ご応募いただければと思います。また、真ん中にある通り、ちょっと話を聞いてみたいとか、転職は考えてないけど、どんな仕事が、か、興味がある。そういった方は、本日の登壇者に気軽にご連絡いただければと思います。本日の登壇者は、田中、前田2名ですね。くしくもダブル直樹ではあるんですけども、二人ともオラクルコンサルタントとして最前線で活躍している2名ですね。と、あとは、私マネージャーなんですけど、私の連絡先をそこに記載させていただいておりますので、繰り返しになりますが、気軽にご連絡いただければと思います。セッションとしては以上となります。ありがとうございました。はい、それでは皆様お疲れ様でした。いつものご案内でございます。お役立ち情報、技術情報ございますので、引き続きですね、ご活用いただければと思います。あと、テックナイトのアーカイブサイトですね。こちらも、本日の分もですね、まあ、近々、アーカイブ、それから資料をですね、公開させていただきます。で、最後に次回予告でございます。次回は、まだ仮ではあるんですけれども、オラクルクラウド OCI 上のデータベースサービスですね。主にエクサデータ、エクサデータサービス、それからデータベースのサービス。これの最新情報のアップデートと、それを活用するための tips みたいなところでですね、お届けしたいと思っております。次回来月のですね、7月28日、今日と同じスタート時間でございますので、ぜひ皆様、ふるってご参加いただければと考えております。はい。それではですね、本日も、長時間にわたりましてですね、お付き合いいただきましてありがとうございます。オラクルデータベーステクノロジーナイト終了とさせていただこうと思います。どうもお付き合いいただきましてありがとうございました。失礼いたします。